ウェストミンスター橋は、ロンドンテムズ川に架かる橋で、北側のウェストミンスターと南側のランベスをつないでいる。橋の北側の田元には、ウェストミンスター宮殿とビッグベンがある。また南側には、ロンドンカウンティホールや観覧車、ロンドンアイがある。下流には、ハンガーフォード橋とゴールデンジュビリー橋、上流には、ランベス橋がある。 橋は主に緑色で塗られているが、これは庶民院の座席と同じ色である。庶民員は国会議事堂として使われているウェストミンスター宮殿の中でこの橋に近い側に位置している。ランベス橋は赤く塗られているが、これは貴族院の座席と同じ色である。2005年から2007年にかけて全面改修工事が行われ、鉄製の備ンの交換や、 橋全体の再塗装が行われた。現在の橋は1862年春工の2代目である。1981年にイギリス指定建造物の第2級建築物に指定されている。この橋はロンドンマラソン葬式にはゴール地点として用いられていた。ウェストミンスター橋ロンドン橋キングストンパトニー、グレーターロンドンでの各教の位置関係ロンドン愛からロンドン橋に 最も近い橋は600年以上ロンドン南西部のキングストンアッポンテムズに架けられたものでウェストミンスターでは私船が川の両岸を結んでいた1664年に橋を架ける計画が提案されたがシティオブロンドン自治体や先導たちの反対にあった1722年にも橋の構想が浮上したが強い反対意見が出された1729年にパトニーに 新しい木製の橋、パトニー橋が架けられると、議会はついに1736年に、ウェストミンスター橋建設を許可した。建設資金は、個人資産や宝くじ、常用金などで賄われ、1739年から1750年にかけて建設された。橋のデザインは、スイス人建築家、チャールズ・レイブルイが担当した。この橋は、ウェストエンドから、 南ロンドンやサウスコースと港へ向かう交通の手段として必要とされていたものだった。この橋がなければウェストエンドからの運送は混雑したストランド街やニューオックスフォード街などを通ってロンドン橋に向かわなくてはならなかった。シティオブロンドンはウェストミンスター橋に対抗して1760年から1763年にかけて ロンドン橋周辺の建物を除いて拡幅する工事を実施した。シティはブラックフライヤーズ橋の建築も開始し、この橋は1769年に開通した。他にも旧橋、バタシー橋、リッチモンド橋などがこの時期に架けられている。19世紀中ほどになると橋は地盤沈下が顕著となり維持費も高額になっていた。このため橋の架け替えが計画された。 現在の橋はトーマス・ページが設計し1862年5月24日に開通したものである。長さ250メートル、幅26メートルで7つのアーチと細かな鉄細工が特徴のこの橋はウェストミンスター宮殿の設計者でもあったチャールズ・バリーによってゴシック風細工が施されている。現在ではセントラル・ロンドンのテムズ川に架か,かる最も古い橋と なっている。2017年3月22日には、この橋の上で暴走した車が、通行人を跳ね、運転していた男性が、国会議事堂の敷地に侵入して40人余りを死傷させるテロ事件が発生した。橋の夜景。周囲には、国会議事堂や、ロンドンアイなどの名所がある橋の上にいる、ストリートアーティストとロンドンアイ2002年に、 英国で制作されたホラー映画28日後では昏睡状態から目覚めた主人公がロンドンの後輩に気づき不気味なほど人気のないウェストミンスター橋を生存者がいないか探しながらさまよい歩くシーンがあるロンドンで開かれる歴史あるランニングレースブリッジズハンディキャップレースではこの橋がスタートホール地点になるウィリアム・ワーズワースは ソネットコンポーズドアポンウェストミンスターブリッジ、セプテンバー3、1802に、この橋を読んでいる。BBC で放送されている SF テレビシリーズ、ドクター・フーには、この橋が何度も登場している。初登場は1964年に放送された、エピソード10、ザ・ダリック・インベージョン・オブ・アースであり、荒廃した橋が、劇中に登場する。劇中でダーアレクたちは、橋や隣接する。 アルバートエンバンクメントを滑り進む。このエピソードから2005年のラジオタイムズ誌の表紙にはウェストミンスター橋を失踪するダーレクがあしらわれた。2005年に放送された復活シリーズ初回のマネキン・グオーズでは9代目ドクターとコンパニオンのローズ・タイラーがこの橋を走り抜ける。2006年に放送された嵐の到来では多くのサイバーマンが橋に集結し10代目ドクターの 前に姿を見せる。また同シリーズのサイバーマン従来にも橋が登場しているほか、このシーズンのサウンドトラックにも橋と同名のトラックが存在する。2013年に放送されたエピソードセント・ジョンの鐘では、11代目ドクターとクララ・オズワルドが半重力バイクで橋を駆け抜ける。ピーター・カパルディが12代目ドクターを演じる第8シリーズにも橋が登場しているが、 これは作品の撮影が主に行われているカーディフにセットを組んだものである。ウェストミンスター橋は空飛ぶモンティパイソンでも用いられた。第4シリーズ第4話のハムレットで演じられるスケッチネーションワイドに橋が登場する。これは当時 BBC で放送されていた時事番組ネーションワイドのパロディである。リポーターのジョンダルは橋の上に送り込まれ、 椅子に座ったまま何分間客を休めていられるか調査する。調査中のダルの元へマイケル・ペーリン演じる警官が現れ椅子を没収して道向かいにいる女性から盗んだものだろうと難癖をつける。その後警官は道を渡り女性の持っていた椅子を奪ってリポーターの横に座り手近な通行人から弁当など様々なものを公然と盗み取るというスケッチである。 2000年の映画102ではクルエラド・ビルがビッグ・ベンの金を聞いて元の悪女に戻ってしまうシーンがあり彼女は橋の上で白地に黒い斑点の入ったものをいくつも見ることとなる映画クイーン・オブ・ザ・ヴァンパイアの最終シーンではジェシーと吸血鬼レスタトがビッグ・ベンに向かって橋を渡るシーンがあるジェームズ・ボンドシリーズ第24作の映画007スペクターでは ブロフェルド操縦するヘリコプターがこの橋に墜落し、彼はこの橋の上で確保される。ありがとうございます。